久保さん。いやー僕もですね、まあいろいろやってますけれども、久保さんと、このリレーができ、じなんかね、今日ぶ、今日のブログに久保さんとのエピソードをね、書いたんですけど、あーまあ、奥満長者合宿でもね、ちょっと言ってたかもしれないですけど、多分本当にね、まあ、久保さんが多分ね、死んだとしても、あのー、僕は多分、久保さんと。 動画帰ってこないじゃないですか、みたいな。多分ね、動画撮ってるんですよ。てか僕が撮ろうと思ってるから撮るんですよね。まあ、んでも久保さんね、僕より長生きしそうですよね。<laughs> わかんないですけど、僕の方が早死にしそうかもわかんないですけど。ただもし年齢的に10年久保さんの方が上なんで、まあ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 、寿命的に言うならば久保さんの方が早く死ぬっていう感じじゃないですか。でも死んだとしても僕ね、久保さん、天国、地獄、どこ行ってんだよ、みたいなね。 多分ね、これ、すごいないですか多分、僕思うんですけど、億万長者合宿って、逆に、どっちかが先に死んだ方が、死ぬことによって、この億万長者合宿、結構バズるんじゃないかなと思うんですよね。だって多分、まあまあまあ、10年、20年続けるじゃないですか。で、ずっとやってるわけですじゃないですか。で、で、どっちかがいなくなるわけじゃないですか。ね。その時に、 なんか大きいんじゃないかなっていう <laughs>。うん。なまあ、生涯で一人でもこういう、なんだろうなあ、リレーができたっていうのは、あのー、生きててよかったっすね。うん。だん。本当ね、まあみんないなくなるんで、マジで。マジでみんないなくなるんで、うん、そのいなくならないっていう、まあ、あ絶対的な信頼っすよね。 久保哲郎はいなくなることはないと。<laughs> 僕の中で、そのなんだ、肉体が滅びたとしても、僕の中で生き続けてるし、YouTube の中で生き続けてるし、ね。<laughs> だすごいっすよね、これは。だ本当に、ここまでできる人は、多分マジでいないっすよね。うーん。ありがたいっすよね。 なんか、運命共同体みたいな感じですよね、もはや。うん。ただ、その運命共同体みたいなんだけど、別々の道をしっかり歩いてるっていう、このバランス感覚も非常に良くて、<laughs> その、なんかあの、うん個々の自由にや,やりながら、このバランス感覚っていうのはもう非常に良い,いかなっていうのは僕は思いますね。うん。そう。さあ、久保さんが、久保さん、まあでもな、60歳、 60歳で、久保さん70でしょううん、まだ生きてるなね、何もなかった。でも、ね、何があるか分かんないですからね。はい、まとめましょう。<laughs> まとめると、うん、人生で、た、じ、うんなんだ、たった一人でいいっていうね。たった一人でいいっていう。大勢じゃなくて、100万人とか200万人とか300万人とか1000万人とか、そんなんじゃなくて、たった一人でいいと。もうたった一人、 なんかこの人と会えてよかったなっていうのがあればそれでいいんじゃないですかね。<laughs> うん。たった一人でもね、多分本当にこれできないので、うん、たった一人でもそういう人を見つけられたら、うん、人生っていうのは面白くなると思いますよ。うん。だから変わることも大事だし、変わらないことも大事だし、なんかその、 うーん。なんかその、今、令和か。令和、昭和、平成、昭和、平成、令和。まあ、久保さんも昭和、平成、令和を生きてるわけなんですけど、なんか昭和魂みたいなね。令和になっても、えー、令和の次は何かわかんないですけど、なんか昭和を、昭、多分ね、僕たち昭和なんで <laughs>。 ね今の子が「スクールウォーズ」見て感動するのか分かんないですけどなんかその昭和を残しておきたいですよね僕たちで <laughs> 昭和魂っていう昭和魂にしておきましょうかまあでもどうしようかなたった一人でいいっていいそれでいいかうんだかたった一人でもこれねあのあのたった一人を見つけるためにも発信するっていうことが大事なんですよ これ発信していなければ、久保さんもね、発信していなければ、僕も発信していなければ、この関係性は絶対ないので、うん。だから、発信するっていうことは、そういう人を見つける一つのきっかけにもなるし、いろんな出会いがあります。じあの要は、発信しなければ、なんだろうな、本当にその、まあ、仕事場の上司とか、部下とか、同僚とか、あと身内の家族とか、ぐらいしか出会いってないんですよ。 いや本当に40年50年来たとしてもそ、それしかないじゃないですか、大体。もちろんなんか自分でセミナー、ね、アクティブに行ってるとかだったら出会いあるかもしれないですけど、まあまあまあ、それでも限られてるじゃないですか。か久保さんも速可塾でねぜ、世界にいますけど、僕もお客さんに世界に何,何人かいてるので、まあそういう出会いもね、発信しなければないだろうし、うん。発信するってことは、出会いの奇跡をね、生む一つの、あれかなと、感、感動を、まあね、 そのファイトクラブもそうですけど何か発信してそれが発信してるからあの感動を与えられるし何か与えられるわけじゃないですか,だから発信しなければ始まらないっていう,うん思いますけどねだからまあ前々回とかでそのやってダメだったらどうするんですかっていうことなんですけどやらなければ何も始まらない <laughs> っていうことで <laughs> 始めたいんだったらやれって話ですよね何かを始めたいんだったら。 何かとで出会い、誰かと出会いたいんだったら発信すればいいし、人生変えたいんだったら発信すればいいし、って感じですよね。うん。では、いってらっしゃい。